の香り、あハワイ、ジャズマンガビオリ。聖徳太子の楽しい木造建築。ついに言ってて忘れてたけど、建設中の法隆寺がもう完成してる頃なんだよな。楽しみだ。ひどく小ざっぱりしてる。ちょっと大工さん、法隆寺全然できてないような。っていうか全然できてへんで、おまんがな。法隆寺ならまだまだですよ。だって大使、お金ケチって僕一人しか雇ってないじゃないですか。いいじゃん別に。いいですけど、あと30年はかかりますよ。困るよそれ。もうできてると思って妹子に招待状出しちゃったよ。小野の妹子の家です。ほげー、アホの大使からだ。なんだろ一体。アホの妹子へ、法隆寺ができました。黙みろ、お土産を持ってこい。いいお土産を持ってこい。聖徳太子 PS、 お風呂上がりに耳掃除をすると湿っている。ムカつく。法隆寺か、行かないと大将怒るだろうな。行ってちょっと見てすぐ帰ってこよ。2秒くらい見て。とにかくもう小さい小屋でもいいから作るんだ。小屋でいいんですか。急げ、明日までに作るで。おま、翌日大将に会うの久しぶりだな。あ、いけない、お土産忘れた。まあこの辺の草でいいか。あと小石も少々。地図だとこの辺だよな。法隆寺、これじゃないよな。まさか、なんか書いてあるけど違うよな。これが法隆寺だなんて僕は信じないぞ。ここに大将がいたら信じるしかないけど。いた、なんか歌ってる。ギターの位置低く。あ、妹子よく来たな。待ってたぞ。弾き語りしながら。弾いてなかったよ。実は弾けないんだよ。今日始めたばっかで。それなのにそんなに誇らしげにぶら下げてるの。うるさいな、まったく。ギターなんかやめてやるよ。もうやめた。さあとにかく入って入って、できたてほやほやの法隆寺だぞ。ちょっと変な匂いするけど入って入って。あ、待った、お土産は持ってきたろうな。やっぱいります。いりまくるよ。ただで法隆寺に入ろうなんてズーズーしにも程があるよ。肩腹痛いわ。じゃあどうぞ。こっちとらこれだけが楽しみで。お前、謝りますから大使、そんなへこまないでくださいよ。腐ってお前、石ってお前。それよりいい部屋ですね大使、落ち着きがあって。そんなにいい。機嫌直った。君なかなか寺を見る目あるな今子。寺じゃないよ。あ、お菓子あるぞ食べる。ちょっと変な匂いするけど。いりません。そのな、もう臭っ、魚臭い。なんだよ美味しいのに。むっしゃむっしゃ、まずまずいよ。カニの食べられないところみたいな味がある。飲み込めないほどまずい。今子、お茶入れて台所あるから。僕客でしょ。大使が入れてくださいよ。ほざきやがれ。私は摂政だぞ。まあ、なんか偉そうに。偉いもん。臭かった。台所がなんかカメムシみたいな匂いした。床ギシギシ言うし、大丈夫なのかこの法隆寺。あ、風呂まである。なんで台所とか風呂があるの法隆寺に。どんなんだろう。おのの、イナフ。大使大使、お風呂に変な人が。ああ、フィッシュ竹中さんだよ。竹中さんには君のことを教えてあるよ。名前間違えられましたよ僕。イナフって言われましたよ、イナフって。ごめん、私が間違えて教えちゃったんだ。なんで間違えるの、ありえないでしょ。お前の名前覚えにくいんだよ。覚えやすいよ。日本史で覚えやすい名前ベスト3に入ると自負してるよ。じゃあ後で訂正しとくよ。ムクとかそんなんでいいだろ。いいわけないだろ。ああ、もううるさいな。いいから早くお茶くれ、お茶。このお茶を。どれがお茶だ。くそ、ムカつく。はい、お茶。猛烈に指入ってる。さすが私が遣隋使に選んだ男。露骨に地味な嫌がらせしやがる。じゃ、僕帰りますんで。え、もう帰んの。泊まっていきんしゃい。ちゃんと布団もあるぞ。変な匂いするけど。なんで何もかも変な匂いするの。泊まりませんよ。なんだよ、枕投げを楽しみにしてたんだぞ。ねえ、頼むよ、一緒のお願い。わかりました。じゃあその枕ちょっと貸してください。はい、行きますよ。はい、じゃあそういうことでお邪魔しました。待ってー、どこの世界にこんな悲しい枕投げがあるんだ。お風呂のみって、お前、こっちら一生のお願いつかとだ。こらー、もっと本気でガンガン今回。でも大使、本気でやると枕でも痛いですよ。見くびるな。枕だろうが石だろうが華麗に避けたるわい。そうですか、じゃあ遠慮なく。はい、ポピー。今日のポピー、直撃じゃないですか大使、避けてくださいよ。石はやめろ、石は。だって避けるって言うから。わかったよ、何でもありのルールでいいんだな。知らんぞお前。もう帰っていいですか。それならこっちにも考えがあるんだぞ。こら、思い知れ、挑み真っ白アタック。危ない、早お。湯飲みが刺さった。もう許さん、マジで許さん妹子。今のは大使の自業自得じゃないですか。黙れ、私の辞書に自業自得なんて言葉はないんだ。なんて自分勝手な辞書なの。自分勝手なんて言葉もない。喰らいやがれ。超必殺バスカ文化アタック。暴れないでください、こんな狭い部屋で。超文化の重みをチュー。あ、避けられた。背中痛。地震。あ、やばい、今の衝撃で法隆寺が崩れそうだ。崩れそうなの。実はこの法隆寺、急いで適当に作ったから柱とか結構ゆるゆるなんだよ。ゆるゆるなの。こんなことなら妹子なんかに伝説の技使わなきゃよかった。それより大使、早く外に逃げ。参る。私は諦めないぞ妹子、頑張ってギター続けてみるよ。